はい、こんにちは、勝又博物館です。お車係の直樹です。今日は、なんかいつだかもうかなり前だと思うんだけど、なんかおもちゃのポッポっていう東京にあるなんかおもちゃ屋さんが、確か東京にあると思うんだけど、まあ今ここどっかも正直分かってない、ヤシオって書いてあるんだけど、東京だと思うんだよ。ヤシオかな、ヤシオファクトリーじゃん。なんか全然、何それ分かんない。NSX、 え？あ NSX あった？うん、分かんないんだけど、まあなんか確か視聴者さんに行ってみてくださいって言われてもう多分 2,3 年が経つんだけど、うん、よく覚えてるじゃん。いや Google マップに行きたい場所でこうピンさせちゃったからさ、うん、で、なんか今日まあ時間あるし、まあ行ってみようかなということで、平日の今は15時25分ということで行ってみようと思ってるんですけども、もうあとね 450m であるらしいので、もうあるね。ただ駐車場があるかどうか分かんないんだよね、東京だからさ。多分この感じなんかありそうだよね。ね、なんかありそうな気する。住宅街だし、そう、別にそんなになんかバッチリ都会ですっていう感じのところじゃないから、まあ 300m だって。この信号曲がったらあるな、この信号曲がったらある。あ、結構通りだな。ポッポー、どうだ、もうそこにあるはずなんだけどな。ポッポー、ポッポー、ピジョンではない。ピジョットでもね。ピジョットでもない。和食里、うわ、ウィル VS とか懐かしい、知ってるし。ね、どうだ、そこにあるはずなんだけど、あれ、これかな。あ、あった、あったあったあった、あ、おもちゃのアポロだ。あった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 。全然違うじゃん、ポッポとアポロ。あ、駐車場ある、駐車場ある、マジある。違うね、ポッポじゃなかったよ、アポロだ、アペゼだ。それ名古屋。それちくさ。よし、はい、じゃあ行ってみよう、向かおう。はい、暑いな。住所言います。340-0816、埼玉県八潮市中央3丁目の 21-4 でした。埼玉でした。埼玉か、全然埼玉、東京じゃないんだ。でも見て、あ、埼玉だ。埼玉、バリバリ埼玉じゃん。そりゃね、駐車場ありますよ。あ、もう一個ある、ほら、こっち、こっちもある。今俺ここにいるんだけど、こっちもある。これもおもちゃのアポロじゃない？チェーン？まさかの。ほら、ほら、直樹懐かしい。これやったでしょ、小さい時。あ、やった、やったでしょ、これ。うわ、めっちゃやった。え、動くん、これ。やりてー。あ、ダメだ、100円入らないようになってる。でもまだちょっと新しめよ、ダイヤモンドパールのほら、あ、本当だ、あれが入ってるから、まだ新しめ、現役で稼働してた。ビーンって感じね。ね、すごいなこれ、紫外線浴びてんね。え、ちょっと待って、すげえ、軽音のこんなデータカードは触ったの？違う、これデータカードじゃねえ、これバンダイじゃねえ、もう軽音。懐かしい、こんなんあったんだ、俺知らなかったや。ね、色落ちてんね、うん、年季入ってんね。見て、うわ、これ夏あったなぁ。何これ、カードが当たるよってやつ。あれじゃないでしょ、じゃんけん、じゃんけんマンじゃないってやつじゃないでしょ。あぁーじゃないです。ベイブレード、ベイブレードのこれすごいやん。3台これ、ね、ジバニャン、木に書いてある、自作かな、木に書いてある、ベニヤン。車、なぜゲイツがいるって感じだけどね、ジオじゃなくて。じゃあ行ってみましょう。あ、ポケモンゴールある、動画撮れんじゃん。あ、空調効いてる。あ、ハンターに乗ってる。これめっちゃレアなんだよね。そうなの。うん、普通に売ってない。すげえ、なんか懐かしい筐体いっぱいあるよ。あ、あったね、これ見て、だって景品詰まってるもん。うわ、こんなの見てよ、こんな小さいのあるんだ。え、ブラウン管だし、このうわ、すごい、昔のおもちゃだ。ほら、ゾイドジェネシス、一個前のだよ。え、これもレアじゃね。なんか味あるね、結構古いの売ってるもん、うん、あるね、すげえ、こ
その辺見たことあるってこと見ちゃうわ普通にいっぱいありますよ、うん、なんか地域のおもちゃ屋さんって感じだよ、うん、でも真骨頂がちゃんと売ってる。ここら辺はちょっともう限界がある。バトルもできるんだここで。カードバトル。バトルスピリッツの見てある、ね、バト好き。バト好き。すげえロックマン。エグゼ。2006年。流星のロックマン。ブルードラゴンだっけ、なんだっけ、XBOX だっけ、なんかあったよね、ジャンプで連載されたかったっけ、なかなか懐かしいんだけど。おっ、すげえ、うわぁ、新品で売ってるの初めて見たかも。当時は見たけど、もう今こんなの売ってないよ。スーパー戦隊、うん、これいいなぁ、ガトリング。どれガトリング。ガトリングになった。なるくん、夏休みの思い出作んないと。ね、これ訳あり品。濃厚な匂いするなぁ、この辺。見て、セイントセイヤ、こんな、なんか箱ありだけど、すげえ濃厚だなぁ。ねぇ。すごい挨拶してるじゃん。地元地元かな。ジモティだね。うん、でも地元感すごいあっていいね。あれ、直樹とあそこ行かなかったっけ、島田のとこ。島田行ってないか。あれは違うか。誰と勘違いしてるの。それ彼女みたいなこと言わないで。ガンダムもあるね。すげえ、セイントセイヤっぱある。うわ、すげえ、え、すげえ、すごいの。うん、定価で売ってる。でももう全部集めちゃったからいらないんだけどさ。日焼けしてなかった。え、すごい。これとかだってヤフオクで、うん、てか新品6800円なんだけど、うん、ヤフオクで今1万3000円とか1万2000円で売ってるさ。つい先週出たんだけど、転売屋じゃん。だけど2個も置いてある。あれだね、要するにここ万引きしないようにセンサーが働いてる。ここにいるよ、人がっていうのを知らせてる。防犯、防犯。すげえ、パポーパポー。女の子も、おお、やっぱちょっと前のプリキュアもあるわ。なんだっけこの黄色いの、プリンちゃんだっけ。たまもち。なんだっけ、ボンボンプリンかな。違う。これ何これ、ミラクルジャラシってどこのおもちゃ。タカラトミーか。すげえ、キラリンレボリューションとか懐かしくね。生意気だからキラレボ。うわ、夏これ、夏懐かしいじゃん。すげえ香ばしいな。香ばしいね。カラーチャージ。これ編集アイテムよね。映画、スマイル、プリキュア、不正のって顔。これあれだよ、ヘリコプターみたいになるやつだよ。これどれ。あ、空飛ぶやつ。ほんとだ、マジ面白そうじゃん、それ。ウィーンって飛ぶぜ、これ反応しちゃうよ、そんな俺。これも買おう。6000円。高い。さすがに買えない。まあまあすんね。すげえ、でもマジで小学生こういうので遊びそうだな。どういうの。モコモジオリーナ遊ぶでしょう。ビーズとかさ、ああこういうの、こういうね、かわいい。ナオキ、うわ、もう絶対ちょっと古いじゃんこれ。うん、古いね。ルーカリオ。使
絶対古いやん。ほら見て、これ今ポケモンガオレだけど、これポケモントレッタだもん。トレッタ一個前のポケモンガオレみたいなの。ガオレの音してんな。めっちゃ遊んでんな、この居合ボタン壊れちゃうよ。これ昨日なんかどっかで言ってたね。あったあった。あ、こんなでかいのある。オッケー。あ、でかいね、前のさあれより。え、最高速度10キロだって。まま速くね。早歩きぐらい。ん、早歩きぐらいじゃない。そうだね。え、これ、よくね。7,408円、ちょっと高いね。実際、ネットでどれぐらいで売ってんだろうねって感じだけど。他にないんかな。これも懐くない。懐かしいな。それは懐かしい。これもなんかさ、もう味ありすぎじゃね。どんじゃら、なんか麻雀みたいな名前響きしてんな。すげえな。じゃあこれはあるんだと思って。あ、新しいのレゴピン。ちょっと待った、これも当時じゃない。あ、2018年だ。これは最近出たんだ。なんかすごいね。お、これ見て、デザートイーグルじゃね。ほんとだ、バイオ2だ。でもあれさ、リボーンじゃなくてめっちゃ高い。リメイク47,000円。すごいね。家にある確かこれ、これっぽいの。どれ。バイオハザードの12丁ある、なんか限定のやつ。ベレッタじゃね。ベレッタスターズのかもしれない。俺も持ってんだよね、スターズの。うわ、すげえ。レアそうなゲームソフトありそう。なんかカメラ、え、震えてんだよな、このレンズが。あ、やっぱ、うん、昨日さ、あれ992撮ったじゃん、うん、で、試乗の動画撮ってた時に、うん、止まってて、止めてるはずなのにブル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 ってなってるから。そんな感じ、今もブルブルブルってなってるから、うん、992のエンジンかなと思ってたんだけど。ついに行った、これ、うん、行ったね。ついに行ったな。もう3年目だもん、そいつ。戻ったでしょ、もう。戻った。どうなってんだろう。トミカもある、トミカも。トミカあんね。でもなんか限定なのがあるのかどうかわかんねえ。限定じゃなきゃダメなの。さすが、カチオじゃん。限定大好きだもん。カチオ。カチオだもん。こんな感じかな、でも。店舗的にも。でもいいね、本当にこの感じ好き。お袋の味って感じ。うん、実家のような安心感あるわ。無駄にフラフラしちゃうもん。なんか持ってるのないかなって探しちゃうもんね。ありそうでしょ。なんかありそうだよ。はい、はい、じゃあ買います。結局プリキュアのおもちゃ2つ買っただけで、あとはまあやめました。別に本当転売ではめんどくさいし、別にしないからね、そんなことは。あの欲しい人はキグナス公園2体あるんで来てみてください。ということで今日はいい気分になれましたね。なんかおじちゃんいい人だったし。いい人だったね。毎回ありがとうありがとうって言ってレジやってくれたので。いやあれやりたかったな、ピカチュウ。やりたかった。めっちゃやってたもんな、あれ。見て、この椅子一体化してる。ここで多分さ、ベイブレードローカル大会が開かれてたんだろうね。いや、絶対やってたと思うよ。これ見て、これだってすごいじゃん、これお手製だもん。本当にこれ、ベイブレードローカルこれはそうだと思うけど、うん、
これなんか爬虫類を食う台なんじゃないかなと思って。はい、ということでぜひ皆さん来てみてください。それではまた明日。